知らないことは最高の武器。2004年9月に竹市正子杯が始まります。それまで単発で展示形式の着付け講習を受けたことはありましたが、コンテストを拝見したことはおろか、先生について着付けを学ぶ機会を得たこともありませんでした。もちろん自分の技術がどのレベルにいるのか、はたまたコンテストに出場できるレベルなのか、皆目見当がつきません。数年前にふっと思いつきで、とある有名な先生にふらりと講習をお願いしたことがありました。その時のことで覚えていることといったら、コンテストにお出なさいませ、着付けはね、70歳になってもコンテストに出場してくるわよ、の一言です。何を教えていただいたか、何をしてきたのか、さっぱり覚えておりませんが、先生のこのお言葉だけは脳の片隅にへばりついて、時々頭をもたげては引っ込み、私のやる気スイッチの元となっておりました。9月のコンテストにいろいろと迷った挙句、7月に申し込みをし、勇気を振り絞って主催者様が開催してくださっているレッスンに伺いました。これが私の着付けのレッスンの始まりです。何もかもが初めて。持参した紐は全部揃っているわけでもなく、しわくちゃ、伊達締めは言うに及ばず、恥ずかしいことこの上ありませんでした。先生が一本一本アイロンをかけてくださり、まず良いお仕事をたくさん見たことのない私には、目指すものの完成形も想像がつきませんでした。私はコンテストに出れますか？の問いかけに、お若い先生はニコニコして、出れますよとおっしゃいます。時間を計ってトレーニングをしたこともなかった私は、何はともあれ時間内に仕上げる、これが一番の課題でした。出来不出来を問うようなレベルではありませんでした。折しも全婚の決勝が帝国ホテルで開催されようとしていた時でしたので、思い切って帝国ホテルに伺いました。新しくニューブライド部門ができて間もない頃で、ウェディングドレスの華やかで可愛らしいこと、アップスタイルの美しいことに魅了され、ステージの上を食い入るように身を乗り出しての観戦、夢中になりました。和装タウタルと呼ばれている振袖の部門では、私よりもはるかに若そうな美容師さんたちがステージ上であっという間に美しい着姿を仕上げていきます。振袖そのものの美しく素晴らしいものばかりでしたが、モデルさんたちも可愛らしく心を躍らせながらの観戦、ほえんでした。花嫁さんの部門ではどなたも素晴らしく、一体どこで甲乙をつけるのだろうと思ったほどです。もっともまだ花嫁さんの着付けに関しては全くの素人でしたから、ただただ感心して見ているばかりでしたが、このコンテスト観戦は私に素晴らしい刺激をもたらせてくれ、同時に自分の不甲斐なさが身に染みました。隣の夫は、お前なんか歯が立たないなと知ったような口を聞き、あっけに取られている私は否定することもなく、ただただうなずきました。もっとも本当のことですから。それから1ヶ月夢中になって練習をいたしました。おそらく講習には2回ほどしか伺わなかったのでは、覚えてもおりません。先生のご指導も何をおっしゃっているのか全く分かっていなかったと思います。紐には当時モスリンでした。アイロンをかけよう、紐は真ん中を持つ、その程度の知識で当日を迎えました。今この原稿を書きながら、
当時の自分を振り返り、知らないということは何よりの武器だったと思い出しました。このコンテストに出場することにより己の力のなさを思い知り、今までのお客様へは申し訳なさでいっぱいになり、いよいよトレーニングの日々が始まるわけです。そのコンテスト当日の長い長い私の一日は次回のお話にいたしましょう。いずれにいたしましても、知らないことが武器になり、コンテストに出場し、これにより己のできないこと、知らないこと、ダメなこと、そんなこんなあらゆる新しい自分を発見することになり、私の周りのあらゆる人やものを巻き込み、さあ挑戦の日々が始まります。2004年の今日のように暑い暑い夏の日からです。2023年8月、山宮ひろこでした。